夜行ガイドの安井です。今回はですね、夏から秋にかけてのマットパンチングをやってみたいと思います。でタックルなんですけど、タックルはまあこれいつも通りです。ダブルダッチ 78XH にステューター85ポンドで、今回はあのジャイロスター 3.5 インチつけてます。で普段使ってるこのマットシェイカーとこのジャイロスター 3.5 インチの使い分けなんですけど、基本的にこの時期になると結構マットの付近にワカサギが生えてくる時があって、その時はそのマット付近にいるベイトに合わせてジャイロスターで、シャロー例えば人工島とかこういうひしもとか狙うんであればこのマットシェイカーを使うんですけど、まああと一つ使い分け、これ結構大事で、ボトムでがっつくような抑え込むようなバイトが出るときはマットシェイカーの方がいいです。でこのジャイロスターの場合はまあマット貫通しました、でマットの下でいきなりパーンとこう食ったりとか、ボトムまで行ってボトムで食わないんだけど、ちょっとこう上げた時クッとこう一瞬ついばむような食い方してくるときは、そのマットの下の魚の動きが早いんでジャイロスターの方がいいです。でこれ今話したマットシェイカーの方はボトムに対してドーンってこうルアーがついてグッグッってこう抑え込むようなバイトが出たときはマットシェイカーの方がフッキングも決まるし、そこにいるベイトをまあザリガニとかエビとかなんですけど、それに合わせてこれを使う。なんで秋、まあ夏じゃなくて秋ね、秋晩秋にかけてはジャイロスターとマットシェイカーを使い分けてローテーションすることでよりいいバイトを出すっていう感じになります。まあ、あと基本的に1オンスビーンズ系にまあラバースカート、まあこれはもうあの年がら年中基本的なタックルセッティングになります。夏から秋にかけてマットパンチングやるエリアなんですけど、基本的に夏はカナダもエビものマットを狙ってたんですけど、まあ雨が降るたびにやっぱ秋っぽくなってきて、秋にはまるマットっていうのがあるんですよ。で秋にはまるマットっていうのはこういう見てわかるようにカナダモに対して水面トップにトロロモが絡んでるマットで、なおかつ水中の方を見るとカナダモが綺麗に生えてて、でトロロモが上に乗ってるっていうマットが狙い目で、結構みんなこのトロロモ嫌うんだけど、案外フリップでポトゥンって落としてたら気持ちよく入るっていう、で抜けもいい。で逆に言ったらそのトロロモも密度が少ないとこ
狙っちゃうと、まあ、シンカーなりペグのとこについてきちゃうんだけど、それがつかないトロロモのカナダモを狙うと秋にかけてのパンチングで釣れるマットっていう狙い目、狙うところなんで、基本的には夏も秋も晩秋も基本的に打ってて気持ちいい、そのマットに対して落としてアップダウンさせて気持ちよくできるとこが釣れるとこ、そんな感じです。秋のマットの選び方、トロロも、これキーワード。大丈夫。でかい。お、大丈夫。はい。来ましたわ。2回3回。2回3回です。